甘いお話。今日は生寒天がつなぐ母と娘のお話です。和菓子や料理の名脇役、寒天。名前の由来は寒ざらしにしたところてんから。天草から作るところてんは生寒天とも呼ばれ、弾力のある歯ごたえとほのかな磯の香りが感じられます。築地の路地裏に佇む小さなお店、忙しい築地の人に体に優しい生寒天を味わってもらおうと藤田さんが始めました。天草を煮出し、熱いうちに絞り出す生寒天作り、お店で毎日行います。出来たての鮮度を保つため、注文を受けてから切り分けます。自家製のあんこや煮豆、黒蜜を添えて、生寒天のみずみずしさと豆の甘みが口いっぱいに広がります。御徒町の天ぷら屋で育った藤田さん、生寒天は料理好きの母が作ってくれたおやつの定番メニューでした。お客さんの合間に後ろの裏でね、こういうのと違いますから、天ぷら屋の裏がありますから、隙があれば何か作ってやってましたので。あんこ、煮豆、生寒天、娘が自然と受け継いでいたお袋の味です。これ食べてくださった方は、お母様とかがお家で作ってくださってた味が懐かしくて美味しいって言ってくださったんじゃないかな。この前もね、男のお客様がこれは母の味にそっくりだって言ってました。いい子に育ってますよね。ね、食べられるようになったらまた来よう。一緒に寒天食べる。甘さの中にどこか懐かしい味。帰りたくなったら、まずは築地へいらっしゃい。